12020年朝日新聞ローソン社員100万円分の自腹営業関係者が証言ローソンの本部社員5人ほどが出店を担当した関東のフランチャイズ店約10店で自腹営業売上高をかさ上げしてノルマを達成するために収入印紙を自費で購入していた100万円規模で買った社員もいた買った収入印紙は金券ショップに持ち込んで換金していたそうですお疲れ様です社畜ジャパンです今日はローソンの会社の口コミを紹介します 口コミ2。まずはローソンの年収関係を見ていきましょう。有価証券報告書によると、平均年齢41歳、平均勤続年数14年、平均年間給与は633万円とのことでした。また、就職指標によると、総合職の平均年収は634万円とのことでした。口コミ3。2022年投稿、センターや会社によって違うだろうが、配送はきつい。1.2便、20時から11時、15時間、2.3便、 4時から18時14時間3.1便11時から4時17時間配送中の待機禁止、便間で休憩を取れるのは3.1便で2時間のみ、日によって便の組み合わせも変わるから生活リズムを合わせることができない。口コミ4 2022年投稿。冬の配送なんて天候荒れて渋滞になれば何時間拘束されるか分からん。なのに物量減るから件数ばっか増やされるし、早く着かないと下手すりゃ寝る時間すらないからな。仕事が終わってから自宅帰りも渋滞になるから、冬は本当に嫌。お化けに通勤も早く自宅を出なきゃ間に合わないし。拘束時間を改善しようとしないから仕事に集中できなくて、ミスや事故が毎年起こるんだよな。口コミ5。2021年、朝日新聞。 ローソン本部と元従業員が若い長時間労働をめぐる訴訟従業員であった男性は加盟店のオーナーから長時間労働や連続勤務を強いられていたまた賃金が支払われていなかったり日常的に暴行や暴言などのパワハラを受けていたローソン本部が男性に解決金を支払う内容などで合意したという口コミ62022年投稿 質問、ワンゴペで万引き来たらどうしたらいいさっき怪しい客がいたんだけど他の客がレジに来て接客帰った途端に出て行ってどうしようもなかった。仮に捕まえたとして警察が来るまでどこに拘束しておけばいいバックルームに座らせてその間に客が来たら目を離して接客するの答え、無理して捕まえるよりも相手にしなくていいんだよ。それに万引きの被害額よりも人件費の方がかかる。口コミ、7、2022年投稿、元ローソンのスーパーバイザーです。 告発すれば大問題になるであろう。毎週月曜日の各オフィスでのパワハラ詰め大会。関連会社への不正リベート。指導料名目で運ん千万円。人事効果はいい加減。上司のお気に入りが支給率〇〇〇%。結果を出し続けていても評価には繋がらない。自爆営業が正義。別に機密を支持する義務はすでにないし、やばいネタをまとめて売り払いたいやべえ企業ですよ。口コミ8。2022年投稿。元オーナーです。 長時間労働を強いられますが、主人が倒れた時だけは莫大な不金額の保険金がおりました。SNS が過剰反応するのであまり詳しくは書けませんが、オーナーになるのは絶対にお勧めできません。せめてパートやアルバイトくらいの方がいいでしょう。口コミ。9。2023年投稿。私も元ローソンの正社員です。10年間勤めましたが、サービス産業サービス休日出勤のため、時間外は毎月200時間超ありました。 過労で倒れて入院する店長も多く、そのたびに応援に生かされました。ただ、感謝されるどころか、お前は仕事をサボって楽しているから倒れないんだ、倒れたまる店長を見習え、などと言われたこともあります。口コミ102022年投稿、ローソンマネジメントオーナーの社員でした。毎日が地獄、転職して正解でした。心が綺麗優しい人ほど不可能な仕事。口コミ112022年投稿、 ローソンの子会社で働いていましたが、とりあえず人件費が少なくてサービス産業がえぐかったです。基本シフトが8時から22時でした。また、社員は店舗に1人なので、アルバイト育成が必須。難しい作業だとしても、基本すべてアルバイトにやらせて育てなければ、とてもじゃないが店は回らない。なので、8時から22時といっても、店長はレジをしながら、猛烈にハードな作業が続くことになります。口コミ122019年投稿、正社員、店長。 入社2年目に店長になったときは人手が足らず、1日20時間以上の勤務を数日続けることもあった。商品開発などの部署を希望しても、20代のうちはなかなか難しい。あと、コンビニの夜間は楽という話も出るが、深夜でもかなり客が来るし、かなりの量の納品を一人で処理。コンビニバイトはおすすめというけれども、場所次第。口コミ13。2019年投稿。直営店は社員が研修の場として来ることが多く、2、3ヶ月ごとに社員が3交代で勤めています。 ただ問題は社員ごとに方針がコロコロ変わることです。かなり厳しくて、怒鳴ることやネチネチ嫌味を言われることもありました。中でも一番意味不明だったのは、タバコの並べ方のこだわり。色合いやニコチン、値段で常に並べ替え指示を乱発し、言われた通りしないと瞬間、湯沸かしきのごとく激怒。そりゃあんなことをやっていたら、アルバイトが集まらなくて潰れるって。口コミ14、2022年投稿、元スーパーバイザー。 24時間気が休まらないのは事実だが、休みは普通にあった。基本、自主、自立、自己責任の仕事だから、やらない社員は評価が下がるだけ。20年以上前から夏休み、冬休みは1週間あったし、収入も悪くなかった。口コミ152022年投稿、レジを打ったらカウンターから出てジュースを2本補充して戻り、またレジを打つ。そんな作業をひたすら繰り返します。社員はもちろんグダグダになりますし、見ているアルバイトもグダグダ 皆すぐにギブアップしてやめるので、ミスをせずに腐らずに働くだけでマネージャーになれます。それでやっと平均年収くらいなのでやりきれません。口コミ162019年投稿、深夜でも忙しい店は忙しいで、深夜にもお客さんがぎょうさん来るお店はもちろんやけど、作業を深夜に回すお店、完璧主義なお店やと大変やで、フライヤーやカフェの清掃、補充品出し、店内外の清掃、きっちりやろうと思ったら結構走り回ってなあかんで。口コミ18 2023年投稿。私の店舗のオーナーは365日働いていました。奥さんが8時から20時、オーナーが20時から8時のルーティーン。ストレスが溜まっているのか、ウォークインの中で、うわーって叫んでいましたね。オーナーが体調を崩し亡くなってお店は潰れました。コンビニのオーナーには絶対になってはいけません。ボロボロになるだけですね。催事も強制買い込みがあり、男などにバレンタインデーのチョコを買わされました。口コミ19。引用会社のホームページ。 スーパーバイザーです。オーナーさんと地域を盛り上げる喜びを感じられます。全国スーパーバイザー会議で聞いた成功事例をヒントにおでんの鍋を増やし、写真入りのポップを工夫。店舗のクルーが揃いの発表を着て接客するといった反則策を展開しました。結果、担当店舗全店でおでんの売り上げがアップしました。結果を出し、店舗の皆さんと喜びを分かち合う達成感は最高です。口コミ20。これで最後です。2019年投稿。 オーナーは奴隷。私は月400時間労働で時間外200時間超。妻は月250時間労働で全て夜勤。オープンして6年経ったが、1日も休んだことがなかった。うつ病になり診断書をもらって、もうやめると会社に伝えたら、医薬金180万円払え、との回答。オーナーになって収入が増えるどころか、時給は769円なので、貯金を取り崩し、医薬金すら支払えない。契約期間は残り4年。地獄はまだ続く。 以上がローソンの会社の口コミでした皆さんどう思われましたか是非コメントで感想を教えてくださいはい本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので是非是非こちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたしますそれでは次回の動画でまたお会いしましょうではさようなら